今日リュックサック持ってきてへんやろ。はい、はい、それでは根尾選手、久しぶりですね。お久しぶりです、ね、外野守備でいつもね、いろんなことを言いながら話しながらキャンプから、ずっと練習してきたんやけどね、最近ピッチャーに転向して、なかなかこうゆっくりね、外野の時みたいに話す機会がないから、何してんのかなってずっと思ってて、心配で心配でさ、そしたらマウンドに突如デレデレレレって音楽に乗って出てくるからさ、なかなかこうゆっくりこう話す機会なかったけど、ピッチャーは。いやもう外野の練習で遠投とかも結構応援さんにノック打ってもらってやったり、はい、やってたんで、そんなにこう投げることに体がびっくりしてるっていう感覚はそんななくて、大西さんのノックがあったからいやいや、ノックはね、ノックは別として、いつも遠投はね、ほぼ、3連戦のうちの2回はね、やっぱやってすごいボール投げてたからね、ただ最初ピッチャーに変わるって言って、広島で投げたんかな、あれな、あの時からこう、ベンチで俺は、見てるだけだけど、この前の甲子園で投げた時からピッチャーのボールに変わってたね。やっぱベンチでこう見てると、ボールの球筋とベース板を通過していく時のボールの勢いっていうのが、やっぱこう来てるピッチャーと、あ、そうじゃないピッチャーと、で、俺はベンチの中でずっとね、コーチ経験長いからずっと見てるから、その中でこの前の甲子園のね、根尾投手のね、ボールはピッチャーの球になってきたかなと、ね、なんかちょっと嬉しかったね、ベンチで見ててね。そうですね、大西さんからいつも朝挨拶したら、何しとんねん今お前って毎回言われるんで、全然会う機会がないからねいや、ほんでね、俺が広島でね、彼がまだ外野手の時だよ、たまたまアップしてる時に、根尾昭、バッターボックスでね、打席立った時ってどういう気持ちなんやって言って、聞いたら、俺はこう紅茶ズボックスからいつも根尾昭を見てるからね、そうするとこうなんかね、結果にこうすごくこう今から起こり得る結果にね、すごくこう心配で、なんとなく自信がなさげなようなね、そんな風に見えるよと、打席だったら俺はイチローさんだと思ってね、打席立つんだよ、はい、もっとの、なんちゅうのかな、俺がこの打席の中ではナンバーワンやと思って行かなきゃダメだよっていうような話をしたんだよね、そしたらなんとその時に根尾昭から言ってきた言葉が、おじさん、実は僕打席に立ったら M なんですよって言うわけですよなあ、え、 M じゃあかんやんっつって、で、だったらそんなもんお前 S ならなあかんねんって言って、その時後でね、代打か守備から行った後に打席に立つ時にね、僕サイン見るじゃないですか、 S って書いてあったよS 行け言うて、本来ライト前ヒット打ちようったんですよ、これで行けと思ってね、でもその時に根尾昭が言った言葉が、お兄さん、僕マウンド立ったらド S なんですよって言ったんですよ、まだピッチャーやってない時よ、なんでしょ、そのマウンド立った時の気持ちでお前打席行けやー言ってたんですよ。ありましたね。ね、でもそれがやっぱり今マウンドでそのね、ピッチャーにこうやるようになってから、こう自分のルーティーンってあるじゃん、こう、あれを見てると確かにS やわと思って。本当ですか？ S だってもうみなぎる雰囲気があるもん、マウンドで。そんなに なんかしようとかは何もないですけど、マウンド立って、見え方はやっぱでも違うって言われますね。なんかね、わかんないですけど、マウンドではね、本当にね、堂々としてる。打席ではさ、なんかちょっとさ今大丈夫やろかな、でも打てへんのちゃうかなみたいな雰囲気に見えてたんよ。それが今じゃさ、なんかこうバーンって出てきた瞬間にさ、お、来たぜみたいな。やっぱりちょっとほんまに甲子園の時からバッターの凡退の仕方が違うでしょ。投げミスで打ち取ってる打席ももちろんあるんですけど、でも押し込んでるもんね、バッターにね。であとスライダーがやっぱりこう、なんていうかな、こうピッチャーのまっすぐのラインからキャッて曲がってるから、空振りの仕方がさ、なんかちょっともうまっすぐに見えてるもんね、バッターもね。
まあ、ほぼ2球種なんで、まあ、それで抑えてんだからね、今ね、はい、まあ、これからまたいろいろとね、練習して、いろんな球種も覚えていってさ、あのピッチャーとしてでやっていくんやろうけどさ、ちょっと俺的には、あの根尾明おれへんのちょっと寂しくて、なんかこう、外野手、いつもあのノック打って、打球を追いかけて、いろんなね、ボールの取り方であったり、入っていき方であったり、いろんなことをまあ言うてたからね、あの毎日、会わないのはね、まあ会ってんねんけど、外野のことで来えへんのがちょっと寂しいけどね。いつもあれですよ、あの抑えたら大西さんがベンチの前で一番大きい声で SP! 根尾明だって言ってくださるんで、はい、なんか本当にね、あのなんて言うんだろう、外野手におった選手がね、なんかピッチャーマウンド立ってありえへんや、そんな。でもそのありえへんことを今こう挑戦してるからね、素直に嬉しいし、なんかこうなんて言うんだろう、自分の子供がマウンドで抑えて帰ってきて、おお、ナイスピッチやんけーみたいな、そんな感じで見てんねんけどね、まあ、コーチでええのかなと思いながら、まあでも、それぐらい、なんか本当に違ったね、ことにチャレンジして、なおかつ結果出してるからね、このままね、ほんまなんとか頑張ってほしいなっていうのはね、本当に思うよね。今日は俺、コーチじゃなくて、なんちゅうの、なんちゅうの、こういうの、なんていうんですか、リポーターじゃないけど、なんか根尾選手の今を喋ってもらってるみたいな。宮本、ズムサタの宮本さんみたいなね、そんな感じで俺聞いちゃってるんだけどね。どうなの、ほんでピッチャーとして今ちょっとこう。いやでも、本当、場面もいろんなところ投げさせていただいて、うん、で、課題ももちろん出てますし、うん、こういう球は使えるんだっていうのも、うん、もちろんあるのはあるので、うん、やっぱり、より抑える確率を高くして、うん、はい、まあ今、先日イニングまたぎもしましたし、よりまあ、1イニングしっかり抑えるというところをプラスしっかり自分の投球をこう1年間というかできるように、うん、どんだけイニング投げてもしっかり自分の投球を1年間できるようにというところも今は体作りとかっていうのももちろん大事なんですけど、ちょっと実践投げさせてもらえてるのがすごい本当だよ、ね、課題が多く見つかるので、しかも1軍だよもんな、うん、しかも最近まあまあええ場面で行ってるもんな、うん、本当にいい勉強させてもらって、すごい。でもやっぱりね、ベンチで俺たちは、まあ、外野守備コーチとして根尾明もっと右守れとか言ってるんじゃなくて抑えろよと思って見て一ファンみたいになってもてんねんけどさ、最近はね。でもそのなんていうか課題をね、一つ一つ克服していってね、またこう1ランク2ランクこう上がっていくスピードが野手の時とは違うもんね。今の方がこうなんていうんだろう、こう登っていくこのスピード感がやっぱりこう速いもんな。まあでも実際投げてるからじゃないですかね。はい、それはかなり、はい、一つ一つ抑えれば自信にもなるし ね、 そうですね、ね、まあ、これは本当にファンの人もね、ドラゴンズのファン、根尾明のファンがね、こう彼を出てきた時 の、 声援すごいしね。嬉しいですね、はい、俺たちもなんかゾクッとするもん、ベンチで出てきた時にね。俺たちはさ、そのベンチで次監督がピッチャー寝ようっていうことを言ってるじゃんね、ヘッドコーチとこう話してて、はい、お、根尾明来よるわと思ったら、スタンドの人たちよりいち早く俺たちが出てくるの知ってんじゃん。ある意味で、お、来たなと思いながら放送、場内アナウンスでピッチャー寝ようって言うじゃんね。その時のどんな反応すんのかな皆さんはみたいな、それ結構楽しんでるベンチで。真面目にせよって怒られてまいそうやな、ほんまに。でもさ、1試合でも多くね、いい場面で投げれるようになったらね、もちろん 見に来てくれてる人は、いい、今日は根を見れてよかったよ、根を明見れてよかったよって思って帰ってくれる人もいっぱい出てくるしね、そういった意味でもこう一つのやりがいを持ってね、もう外野手じゃないけど、寂しいけど頑張ってほしいな。ありがとうございます、ね。本当にね、皆さん根尾明応援してあげてください、ね、よろしくお願いします。今日はリポーターの大西でした。ありがとうございました。
矢野が8月1日に壮行試合で投げるらしいんで、オーバーエイジ枠行こうかな。ありがとうございます。優勝やります。ぜひ WBC も来年シーズン前になりますね。まあ、その前にやっぱ8月1日矢野が壮行試合、アマチュア対みたいな、アマチュア対プロのやつ投げるらしいんで、オーバー以上ってまだ一緒で、あと、そうだ、もう配信終了か、まあ、明日も練習するんで見に来てください。本当の練習はこのカメラが回ってない時は本当の練習だと思う。はい、以上。